ようこそデジラボへ。ここはデジタルワールドとかすかに交わる電脳空間の狭間よ。ここに来られたということは、あなたにはここに刻まれた運命にアクセスする資格があるということね。それなら選んでちょうだい。この二つの運命、どちらの枝葉をたぐるのか。あなたの前にあるのは、現実世界と電脳世界が交わることで起きるある物語の記録よ。時を同じくして起きたこの物語を、それに巻き込まれた二人の人間の視点を通してあなたは見ることができる。お互いに立場も違えば、物語の中で果たした役割も全く違うこの二人。どちらの視点でこの物語をたぐるのか、さ、選んでちょうだい。これで選択はなされたわ。あとは定められた運命が導くままに。お行きなさい。それじゃね。また物語の中で会いましょう。エンジョイチャット、ようこそエンジョイチャットへ。チャットルームを選択してください。パスワードを入力してください。ウェルカム。ちょ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 ち
ようこそ電脳空間の楽園エデンへ。エデンはメタバースにおいて革新的なサービスの数々を提供する新世代型デジタルコンテンツです。ショッピングから映画などの各種エンターテインメント、企業間の商取引から行政機関の手続きまで、皆様のニーズにお応えし、皆様の生活の一部となるサービスを本日も心を込めてご案内させていただきます。従来のネット、画面上でのやり取りではなく、アバターを介しての直感的なバーチャルリアリティ体験と、最先端の電脳空間サービスを心ゆくまでお楽しみください。エデンは世界をつなぎ未来を紡ぐヒューマンネットワーク、上白エンタープライズが運営しております。
もどうも、アッキーノです。エデンだと、っていうか私シラミネノキア、よろしく。じゃな、遅いよ。何してた、こんな危ない場所で一人きりで。まだブルーボックスはまだ来てないのか。来てますよ、来てますが何か、ちょ、信じられます？あいつさ、俺ちょい幽霊探してくるわ。あいつそういうとこあんだよね、自己中的な。イケメンだから。大体何、白い少年の幽霊噂になってるだかなんだか知りませんけど、見つけてどうすんすか。っていうか電脳空間で幽霊なんて非科学的だし、意味わかんないし、怖くて。恨めしや。ジョアヒョワー、ちょ、ビビりすぎだっての。なんだ、新たじゃん、ただの新たじゃん。幽霊かと思った。ったく、チキンのくせに意気がってこんなとこまでのこのこ来てんじゃねえよ。その、こんなとこに置き去りにしたのはどこ。ああ、うっせうっせ。つーか、初めてだよな、こっ、真田新ただ。ま、適当によろしく。自己紹介くらいもう分かっちゃってると思うけど、これがブルーボックスの中の人だよ。なんかイメージ違くない？あっちだといい感じに面倒見よくって頼れる兄貴っぽいじゃん。私もこっちで初めて会った時マジビビった。不愛想だし自己中だし、目つきはほらイケメンの無駄遣いっていうか。アホは放置で頼むわ。で、お宅を待っている間にこの辺りを探ってみた。俺らを呼びつけたナビット君がいないかと。え、幽霊探してたんじゃないの。ま、そのついでにな。結局どっちも見つからなかったぜ。それどころか一っ子一人いねえ。いくらクーロンが危険エリアでもハッカーの一人や二人。やあやあ、お待たせ、ナビット君だよ。集まってくれた良い子の木、これは世界を変える力だよ。ええ、ハッキングだ、俺たち全員。チッ、俺のゴールを簡単に突破しやがった。やり手だ。デジモンキャプチャー。最近ハッカーたちの間に出回っているハッキ…ねえ、デジモンってあのデジモン。ああ、オタクが興味津々だった。ふーん、特定のデータ、デジタルモンスターをスキャンしてキャプチャーすると。あ、やっぱデジモンってデジタルモンスターの略らしいぜ。そう言えなくもないかもな。ま、いいじゃん別に、ハッカーなんざ今時珍しくもねえし。やだ、ハッカーなんて、いらない、こんなプログラム、あれ、アンインストールできない。やめとけ、プログラムにプロテクトがかかってる。無理に削除すると何が起こるかわかんねえぞ。何よそれ。逃がすか。仕業。先へ進めってこと？果たして
どうした？まるで幽霊でも見たような顔だ。僕そっくりの幽霊を見たって？それならその幽霊は僕かもしれないな。僕をエデンに住み着いた勇気と呼ぶ者もいる。この世のものではないと。真相は僕がただ神出鬼没なだけ。そんなところだ。安心するといい。僕は君のような迷い子を導くために。君はハッカーの証であるプログラムデジモンキャプチャーをいわばハッカーのひな鳥だ。ここには様々な目的を持ったハッカーがいる。セキュリティホールを見つけて報告する持続的なもの。他人の財産や個人情報を狙い、アカウント本当にいろいろだ。その様子だと、ひな鳥どころか、まだ卵からハッカーを目指すか、他の何者かになるか、それは君の自由さ。だが、経緯はどうあれ。君はハッカーに興味を抱いてここまで来て、その結果デジモンキャプチャーをだったら試してみるという。デジモンと呼ばれるプログラムの驚くべき力を。それでいい。では君、記念すほら君の後ろにいる。
く用意したデジモンに逃げられてしまう。何？デジモンならいくらでもいる。しかし驚いたよ。このエリアにあんな強力なデジモンが出現するとは程度の低いハッカーが悪ふざけで話したか。あるいは、ん？追いかける？あの強力なデジモン、いや、あれはまだ。なんだって？君は物好きだな。だが、単なるプログラム同士の小競り合いに首を突っ込んで、お人よしなんだ。まあ君は何もしなくても構わない。ただ見ていればいい。ほっ、どうやら君と一緒に戦うつもりらしい。随分と手順は狂ったが、そのデジモンは君のものだ。準備はいいか？デジモンキャプチャーのスキャンを介さずにデジモンが手を、ましてやプログラムが人に懐いたりなど、なんとも奇妙な光景だ。きっともかく卵は帰った。それじゃあ僕はそろそろ。目つきの悪い少年。ああ、彼なら先のエリアへ向かって。そこはかつてエデンのエントランスだった古いエリア。その証拠に初期タイプのログアウトゾーンも残されたままだ。今はプロテクトでロックされていて使用できないが、そうだな、ここから帰りたくなったら目つきの悪い彼なら問題なく解除できるはずだ。なぜ驚く？まさか。なら僕から言うべきことはない。そういえば僕はユーゴ、チームザクソンのユーゴだ。
君が誇り高きハッカーを目指すのであれば、我扉はいつ。
なんだか不思議なか、君と新たとも会ったことがあるような。うん、昨日チャットで会ったとかそういう意味じゃ。あれ、でもなんか、なんだよ今の映像、子供？ちくしょう、なんだってんだよ。ああ、ちょっともう一人で勝手に行くとか、どんだけ自己中かませばよかですか。まさか噂で聞いたエデンの黒い怪物か。お前らこっちへ走れ。なんだかわかる。こいつのロックを解除する。ログアウトして。とっ、おい走れっつ、おい、ちょっと、あれやば。なんだよあいつ、気味悪い。
こら、天下の行動のど真ん中で何騒いで。ああ、不敬さん、こっちに。誰が不敬さんだ、誰が。刑事さんだ、刑事さん。見た目だけで物事判断してんじゃねえ。たい、うん、キモ。面白い姿をしているな、君は。実に興味深い。乗りたまえ。厄介なことになる前。おおおい、待てぞこの車。止まらねえと逮捕するぞ。こら、人よりは奇妙な現象に慣れている方なんだな。こんな現象は初めて見た。私の声は聞き取れているかな。それはよかった。君がもし人ではない、そうか、君自身、自分の身に何が起きた、聞きたいことがあるなら何でも答えよう。君の体は極めてデジタルな状態にあるように、まるで、でももしも本当にそうだとしたら、実に虚。ここは新宿だ。仕事で探し物をしていてね、偶然通りかかって君を見つけたのさ。自分で言うのもなんだが、今は中野にある私の事務所へ向かっている。いや、周囲にひょっとすると君の友達も、君と。そうか、友達のことは気にするな、とは言えないが、まずは私が誰か最初に名乗るべきだったな。君の存在があまりにも興味深い。私はクレミ京子、しがない探偵さ。なるほど。君が電脳空間からログアウトして出現したという新宿のあの場所は、エデンへログインした場所と同じか、あるいはその付近なのかな。では今こうして私と会話している君とは、また別の体がどこかに存在するわけだ。肉体から精神データが分離してしまい、個別の存在として、それとも何らかの理由で新宿に移動した肉体が壊れたデータの回復。いずれにしろ奇妙奇てれつな話ではあるが、目の前にまさしく摩訶不思議な姿をした君、現段階では状況証拠による単純な推理しか。まずは君がエデンにログインした場所の現状を確認するのが定石だ。君は、電脳犯罪事件をはじめ多種多様な超常現象事件の解読、君の身に起こった怪異的現象の謎を解明するのにこれほど頼む。そして君が腰掛けているのは依頼。何、依頼報酬の件ならば心配しなくていい。大船に、そうだな、メアリー・セレスト号あたりに乗。さて話を戻すとし、それよりも何よりも前に君の姿、その姿ではまともに外、じっくりと観察して確信したが、君はまさにデータの塊。しかし君は私の声を聞き、ソファーに、つまり
リアル特性を持ったデジタル体。は、君の体がデータで構成されているならば、見た目をどうにかすること自体はさほど難しくないだろう。君は基本的にはエデン内でシックーロンの放置データの中にアバターパーツのデータが見つかれば上々なわけだが、問題はその状態でログインできるかどうかだな。ん？なんだ？こっちよ。私の声が届いたようね。ようこそデジラボへ。
ここはデジタルワールドとかすかに交わるデジモンたちの。私はミカグラ未来、あなたにこの楽。デジタルモンスターラボラトリタルラボでも私はデジラボをおすすめしているわ。知らないなら知らないで、特に時が来ればおのずと知ることになるはずだから。私があなたを呼んだ、あなたは私を呼んだ。あなたはデジモンと深く交わり始め、その運命の交差に私は引き寄せられ、あなた、つまり私はあなたに呼ばれたの。話はこれくらいにしましょう。まずはここがどういう場所か自分の。
Thank you.
無事に戻ってこれたじゃないか。しかしよくよく現実離れした能力だ。物理法則に律儀に従っているのは物質生命体としての本能的な恐怖による。本当に恐怖。邪魔するよ京ちゃん。相変わらず物音一つ。おっとすまん、またやつ。それとその呼び方もいい加減改めてもらえます。京ちゃんこそいい加減諦めてくれないかい。いくつになっても美人の凄腕探偵になってもね。それでいつからそこ。今来たところだがなんかまずい。ああ先客がいたのか。すまんすまん。いえこの子は依頼人ではありますが少し毛色の異なる存在でして。おお、では何者だ。紹介しておこう。こちらはまたよ父の代からの付き合いでね、旧知の中で信頼もしている。電脳犯罪を専門に追う本庁好きのエリート部署の刑事だ。見かけによらずと思っただろう。ま、実際のところ見かけ通りのはみ出し者だ。出なきゃ探偵ってのはうさんくさい連中とつるんだりしないさ。おっと失礼失礼。それで何か事件ですか。依頼でしたらどうぞソファーにかけてお待ち。今美味しいコーヒーを入れて。いやいい、今日は依頼じゃない、コーヒー。エデン症候群の件で少し気になる噂を耳にしてね。京ちゃんも興味があるんじゃないかな。聞かせていただきましょうか。この子なら大丈夫ですよおじさん。実はエデンに絡む特殊な関係者です。それにある種のスペシャリストになりうる素質があります。話を聞かせておくべきでしょう。そうか、京ちゃんのお墨付きなら問題ない。話ってのはエデン症候群患者を隔離している例の特別病棟の噂だよ。おっと、未来の専門家さんにはエデン症。お願いします。エデン症候群ってのはエデンを利用中のユーザーが突然意識不明になり、年々患者数は増えているが、原因、治療法、症状、未だセントラル病院にはエデン症候群患者の専用病棟、特別病棟があって、そこでは研究及び回復処置が妙に情報統制が厳しくてな。患者の家族も紙白のイメージダウンになるのを恐れて事実を隠蔽しているんじゃないかなんて噂もある。今回の件も噂の息を出ない類ではあるんだが、近くセントラル病院の背後が動き出しそうだ。背後紙。ああ、セントラル病院は紙代の息がかかっている。発症患者の増加、症状の重篤化傾向、それらが明らかになりつつある今、普段の病院で人の出入りが激しくなっている。特別病棟のセキュリティも強化されるらしい。これは何か。ようやくですね。ああやっとだ。やはりコーヒーを入れてきますよ。おっと、そろそろ署に戻らないと。悪いが乾杯はまたの機会にしよう。京ちゃんの入れたコーヒーには気をつけろ。ほらあいつさ、京ちゃんのコーヒーを鑑識に回す日がくっついた。チャレンジなんで。聞いての通りだ。エデン症候群絡みの生きた情報は手に入りにくい。背後で、そしてこれからさらにセキュリティは厳しくなる。エデンで異変が起き、異常な状態の君が現れた。タイミングを同じくして。これは偶然か。否、必然だ。この上なく明白な論理だ。
推理。私はこれからセントラル病院へ向かう。セキュリティ強化の君もぜひ同行してくれたまえ。君の状態に関する情報も得られるかもしれない。求めよ、さらば与えられん。叩け、いや君の場合開け。
どうしてあなたが。ここは関係者以外立ち入り禁止のはずです。入り口は一つ、警備員が厳しくチェックしている。どうやって入ったの？警備員に何かした？一体何者なの？質問を質問で返さないでください。遺伝症候群について何か聞きたいことがある。質問があれば答えます。誤解しないでください。痛くもない腹を探られたくない。私は神代に世話になっている人間ですから。最近運ばれてきた患者ですね。数日前にはいなかった。この人、あなた。そうですか。でも他人の空似にしては。どうなるって？見ての通り。それ以外の症状は聞いたことありません。違った症状の人を知っているの？治った人がいたと。私が知っている人で最も長くて8年。でもきっと大丈夫です。待つしかないんです。それは神代もエデン症候群を治療したいんです。そのためにこうして特別治療室だって用意した。エデンのせいで誰かが不幸になるなんて、何とかしなきゃいけないんです。会話の弾んでいるところを邪魔してすまないが、こんにちは、ケビンさん。
お仕事お疲れ様。リエさん、今日は来ないはずなのに。警備員さんのたくましい大胸筋、リエ見て。あー、我慢できない。岸辺様、仕事中ですので。うん、お堅いのね。岸辺リエ、背後のお出ましか。上城の上役が何をしに来たのか気になるな。必要な情報は手に入れた。長いは無用。そこを出なさい。おっと、私の方に来客。ではロビーで落ち合おう。慌てず騒ぐ。隠れて。さん、今日はどうしたんですか？入室予定。大好きな優子ちゃんの顔が突然に。私が一人でいるのが心配な。なんかリエちゃんセンターがビビビッと来たのよ。待って、ほら、辛いでしょ。別に。強がって。ところいえ、ピクニック。はい、あ、いうん、私たちの他に。そんなこと。それとも彼女さんかしら。超あそこの部屋とかやらしい。ほーら、観念してデッコのリエお姉様が手取り足取り腰取り。なんだ、誰もいん。でも、ゆうこちゃん、別に構わないのよ。彼氏の一人や二人や三出すくらい連れ込んでも。あたしなんて、ゆうこ。それじゃ、本命の彼の様子、私たちが揃って顔を見せたら、きっと喜ぶんじゃないかな。はい。あの人。
自分の体を外から見る衝撃の大きさは体外離脱現象の一種と考えれば解決法もありそうだな。君はエデン症候群の未知なる症状の発症者、それが分かっただけでも成果はまずまずとして、調査は焦ってはいけない、慌ててもいけない、ただひたすらに粘り強く鉄頭鉄尾堅固な黒金のごとき忍耐力で当たれ、父の言葉だ。さて本題だが、元の体に戻りたくはないか、君の身に。では決まりだな。依頼にはエデンや電脳犯罪に関連した事件があるよ。仕事をこなしていくうちに。安心しなさい、君の素質は私が保証する。つい君の能力は電脳絡みの事件の調査にこれ期待しているよ。よし、契約成立。君はたった今から私の助手兼サイバースルースだ。うん、ソファーにかけてコーヒーを入れてこよう。我々のぜ。海ぶどう粒あんコーヒー、私の自信作だ。見かけも芸術的だが味もほ。では電脳